どうも僕の偽物を名乗る人がいるっていうね、そういう情報がやってきたんですよ。だって勝手に使わないでくださいと商売に言ったんですが、こういうよろしくないことをやってますよみたいなのが、あったんで、そこを、通報しました。で、通報して、やったら、それでは始まりました。モチベーションです。今回はですね、いやー、まあね、こういう問題も出てくるんじゃないかなとは思ってたんですけど、まあやっぱり出てきてしまったのでですね、ちょっと話したいかなと思います。ね、まあぶっちゃけというか、まあ、単刀直入に言うと自分の偽物がいるってですね、こういうのはいずれは、出てきちゃうだろうなと思ってたんですけど、ね、意外と早い形で出てきましたね。で、まあ、ある時ですね、ツイッターを見てたらですね、どうも僕の偽物を名乗る人がいるっていうですね、そういう情報がやってきたんですよ。なんでですね、見た方がいいんじゃないというかですね、なんとかした方がいいんじゃないですかみたいなのが来たので、見てみたんですよ。そうすると、本当にですね、困ったもんだというか、いろんな人がつぶやいてたんですね。動画ですね、高評価をお願いします。こっちをやらないでください。前回もこういうですね、ひどい人がいたって言ってですね、紹介した時にですね、まあ僕の視聴者さんで、ですね、YouTube 慣れしてない方も結構いると思うので、こうですね、ひどいやつだーっつってですね、低評価がブワーってついたんで、違いますので、使い方間違ってますのでですね、間違えないでください。はい。で、だから今回ですね、また、ひどい人が出てきたわけですけど、そう、だから、ひどいやつだっつって低評価されたら、僕のですね、YouTube の動画が低評価になってしまいますので、使い方間違えないでください。ですね、ひどいやつだと思ったら高評価をちゃんと押してください。そういうですね、対処して大変だったんだなっていうふうにですね、やっていただければと思います。ぜひぜひよろしくお願いします。はい。で、それぶっちゃけ何だったのかっていうと、TOEIC のものだったんですよ。TOEIC のですね、自分のですね、偽物を語っているですね、人、まあ、偽物を語っているというか、その人自体は別に僕の名前を使ったりはしてないんですね。ただ僕の Twitter のアイコンですね、を使ってるんですよ。それを使って、商売をしている。そういう人だったわけですね。で、そこで見てみたわけですね。早速ですね、そこに行ってみたんですよ。このですね、ツイッターに書いてあって、現在22歳でですね、就活を控えている大学生に向けて2ヶ月好きな時に勉強するだけで700点突破できるTOEICの勉強法を紹介していますですね。スコア500から750点以上を目指す人っていうふうに書いてあって、で、そこにですね、このブログに飛ぶんですね、そこが。ハテナブログなんですけど、そのハテナブログに飛ぶとですね、まあいろいろおなじみのような CM が出てきて、そこになんとですね、そうなんですよ、そこに僕がいるわけですね。で、無料プレゼントいたしますね。この短期間でハイスコアが取れる方法を無料でプレゼントいたしますので、まずは LINE 登録お願いしますって出てくるんですよ。ハテナブログ、ツイッターあって、ツイッターからハテナブログに飛ぶと、ハテナブログから今度は LINE のですね、登録先にですね、飛ばされるわけなんですが、で、ここで、当然そうです。私がいきなり現れるわけなんですよね。私の写真とか、まあ絵なのかなっていうのが使われて、そして LINE の ID とその LINE の QR コードっていうのが出てくるわけですね。なので、まあ、完全に使われてるわけですよ、私が。で、言ったわけですよ。このツイッターで、このダメですよとですね、私の写真こうやって勝手に使わないでくださいと商売にって言ったんですが、まあ何の音沙汰もないとで、まあじゃあ LINE 登録してみるかって思ってですね、登録してみたんですよ。で、そうしたらどういうことが起きたかっていうのを説明していきたいんですけど、まあ LINE アットってもやってるんでわかるんですけど、そのビジネス向けのアカウントっていうのですね、自動返信になるんですよ。こうやってですね、なんかありがとうございますみたいなのに対して、こうですよっていうふうに返事を送っても、自動的にただ返事が返ってくるだけ。こうやってですね、I see you ですね、見てっぞみたいにですね、送ってですね、もうですね、メッセージありがとうございます。申し訳ございませんが、このアカウントは別個個別の返信ができないのです。次の配信をお楽しみにみたいに来たんで、令和始まって以来の衝撃ですね。そうなのみたいですね。そうするとまた自動的に来るわけですね。メッセージありがとうございます。申し訳ありませんが、してきたんで、もういやいや、ですね。いや、それ待ちません。ってですね。送ってですね。はいよ。ですね。早く送って。ですね。ねえ。ですね。早く送ってくださいよ。みたいにですね。言ってですね。この怒ってるのを送って、で、結局ですね。全部この自動返信ですね。とても驚いていますっていうのをですね。送ってやったんですけど、そうです。結局何もなかったというか、返事が終わってるんですね。これね。もうやってないんですよ。これのビジネスうまくいかなかったんです。結局ね、こうやって稼ごうと思ったけども、うまくいかなかったってことです。で、結局ツイッターの見ても4月14日のが固定ツイートされて、5月2日で止まっているので、あ、結局それ以降はやってないんだなっていうのが分かったわけですよ。で、まあだからどうしようっていうことになって、じゃあとりあえず自分の写真をですね、使うのだけはやめてもらいたいなと思ったんで、ハテナブログにですね、この通報することができるっていうものがあるんですね。そういうフォームがあるっていうのを知ったんで、そこからですね、連絡をしました。で、こういうよろしくないことをやってますよみたいなのがですね、あったんで、そこを、通報しました。で、通報して、やったら、どうなったのかっていうとですね、って言ったら、そうですね、もうブログ is not found ですね、そのブログはもうありませんという形で、ハテナブログによってですね、この対処してもらいました。で、きちんと消してもらうことができたので、ハテナブログさんによってですね、ちゃんと対処してもらいました。ね、まあ、ダメです。はい、当然ですけど、この名前や、画像を使って商売するのはやめてくださいですね。まあ、こういうことが起こるんじゃないかなと思ってたんですが、やっぱり起こったという感じの話でした。はい、ぜひぜひ、やめてください。で、これ見てね、ですね、このいうことあったらまたぜひぜひ伝えてください。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.